どうも、はじめましての方は、はじめまして、ネクストレベルグループリーダーのロシェルです。今回するのは、メタルギアレガシーコレクションのディスク1に収録されてます。メタルギア HD セレクションの、ディスク1、メタルギアザ・レガシーコレクション1987から2012のディスク1収録ゲームのメタルギアソリッド3スネークイーター。やっていきまーす。次にこちらの方はプレイステーション2ですごいやってたんで、まあそれなりにはできるんじゃないかなと思っております。買ったのはずっと前だったんだけど、確かね、これ買ったのに俺プレフォー一緒に買っちゃってほとんどやらなかったんだよね。ビータの元なんか一緒に買ったら安かったから。某 Y 電機がビータ版と HD のレガシーコレクションで、なんかこれだけでも1万いくらするんだけど、込みで1万いくらで安いなって思って買ったんだよねっていう。ヒッカヤンがインしたおー。まあまあまあ、潜入ですから。で、相手のファミコンの方やる。ノーマルリバース、カメラモード。音声設定はない感じかな？ない。な。ニューゲームで。メタルギア3が好きだ。ノーマルで。これ確かね、この最初の選ぶのね、持っている武器が変わるんだよね。第二次世界大戦終結後、世界は東西に二分された。冷戦と呼ばれる時代の幕開けである。ソ連領空に近づきます。降下20分前。機内減圧開始。装備チェック。アームメインパラシュート。よし、準備はいいか。高気圧依然。キャンベル地域に停滞中。キャブ OK。 いいぞ、視界は良好だ。いいね。雨気を消せ。酸素ホースを機体のコネクターに接続。マスク装着せよ。効かないっていう。あの男素人か。リリースポイントに接近中。降下10分前。おい、聞こえたか。雨気を消してマスクを装着しろ。機内の減圧完了。酸素供給状態確認。降下6分前。後部ハッチ開きます。外気温度摂氏マイナス46度。降下2分前。スタンドアップ。時速130マイルで落下する。風速冷却での損傷に注意しろ。降下1分前。後部に移動せよ。これが記録に残る世界初のヘイロー降下に。降下10秒前。スタンバイ。
全て正常。オールグリーン。降下準備。カウント5、4、3、2、1。鳥になってこい。いやーいいね、やっぱメタルギアセンスが。最高だ。ジャック、よく聞いてくれ。ついに CIA 長官からバーチャスミッションの許可が出た。バーチャルミッション？我々フォックス部隊の存在意義をかけたバーチャスミッションだ。これが成功すれば正式に部隊として編成される。低粛なミッション？忠誠を誓う儀式みたいなもんだな。気を抜くんじゃない、あくまでも実践だ。分かってる。で、その記念すべきミッションの内容は？約2年前、ソ連のある科学者が西側への亡命を申し出た。我々のモールを通じてな。ニコライ・ステパノビッチ・ソコロフ。ソ連の兵器開発を担当する秘密設計局の一つ、OKB-754 の局長であり、東側の兵器開発における第一人者だ。ソコロフというと、あのロケット開発で有名な？そう、そのソコロフだ。1961年4月12日、ソ連は人類初の有人宇宙飛行に成功した。地球は青かった。だが神はいなかった。ああ、そのガガーリン少佐を宇宙へ送り届けたのが A1 ロケット。通称ボストークロケットだ。ソコロフはそこで使用されたマルチエンジンクラスターの完成に最も功績のあった人物とされている。有人宇宙飛行の成功後、ソコロフはロケット開発を離れ、新設された秘密設計局の局長へ就任した。一技師が設計局の局長に。大した出世じゃないか。なぜ亡命を？自分が設計開発したものが恐ろしくなったらしい。恐ろしくなった？両親の呵責というやつだ。そのために国も家族も捨て、オーバーザフェンスを。いや、家族も西側で保護するというのが彼の出した条件だった。我々はモールを使って家族を先に脱出させ、魔王おかずソコロ本人にもベルリンの壁を越えさせることに成功した。その亡命作戦の指揮を取ったのが、この私だ。まだ東側の警備が薄かった頃だ。それで、ソコロフの身柄は保護したが、体力の消耗が著しく、西ベルリンの病院に入院させた。ソ連の設計局から600マイル以上、2週間かかってベルリンまでたどり着いたらしい。まともに口が利けるような状態ではなかった。そのわずか1週間後だ、あの一大事件が起こったのは。キューバ危機か。1962年10月16日、キューバにソ連の中距離弾道弾が配備されつつあるという情報がケネディ大統領のもとへ届けられた。大統領はソ連へミサイルの解体、撤去を要求し、同時に新たなミサイルの搬入を阻止するため海上封鎖を実行すると宣言した。だがソ連はそれには応じず、第二戦備体制を指令、ミサイルを積んだソ連輸送船団も依然キューバを目指し続けた。米ソ両国は全面核戦争への臨戦態勢に突入。一触即発の睨み合いの中、国連緊急安保理事会や非公式の接触を通じた必死の交渉が行われた。そしてついに10月28日、ソ連はキューバからのミサイル撤去に同意。世界は全面核戦争の危機を脱した。だがソ連がミサイルを引き上げた裏にはある取引があったんだ。アメリカもトルコから IRBM を撤去するという話か。いや、トルコに配備されていたジュピター型 IRBM は休止で、いずれにせよ撤去される予定だった。米ソ双方にとって戦略的な意味合いはない。トルコの件は偽装だ。業界の同業者たちへ流すカバーストーリーだったんだよ。では本当の条件とは？ソコロフだ。西側に亡命したソコロフの変装だ。ソ連のキューバ撤退はソコロフ一人を手に入れることと引き換えだった。そうだ。彼は一体何を設計していたんだ？その時の我々には何もわからなかった。タイムリミットは迫っていた。ソコロフという一人の博士か、全面核戦争か、
選択の余地はなかった。博士、ケネディ大統領はフルシチョフの要求を飲んだ。翌日、私はソコロフを病院から出し、お願いだよ、東側の局員に引き渡した。帰ってくれよ。ソコロフは助けてくれと。やだ、バルヒーバーやだ。そして1ヶ月前、我々のモールから再び情報が入る。ソコロフについてか、ソコロフは設計局へ連れ戻され、 KGB の監視下で例の兵器の開発を続けさせられているらしい。しかもそれは完成直前ということ。キューパンみたいなやつじゃなかったっけ。で、その兵器とは宇宙ロケットに関係するものか。いや、ミサイルの方だ。どちらも同じ技術だ。そうだな。とにかく詳細は分からんが、特殊な核兵器の一種らしい。この半年、ソ連のセミパラチンスクで頻繁に核実験が繰り返されている。この兵器に関係すると。フルシチョフがキューバからの撤退を受けてまで取り返したかった極秘兵器だ。その設計局に今もソコロフがいる。いや、情報によるとその西3マイルにあるツェリノヤルスク、処女地のある絶壁という山の中。処女地のある絶壁、バーチャスミッションにふさわしいな。最近そこに移されたらしい。どうしてイベントが多くて喋れない。権限集らしい。だが奪還には好都合だ。もし設計局内であったなら今回の任務は立案されなかったろう。最後のチャンスだ。ソコロフもそれで連絡を取ってきたに違いない。最初のミッションが最後のミッションとか辛すぎるわ。ゼリノヤルスクに単独潜入、ソコロフの安全を確保、西側へ奪還することだ。例の兵器が完成する前にソコロフを奪還しなければ大変なことになる。残された時間はわずかだ。わあ、止まっちゃった。久しぶりだな。ソコロフ救助確認後、リカバリーポイントで待て。回収用気球をポイントに投下する。ヘリウムが噴出して気球を膨らませる。その間20分。フルトンシステムだ。その後ガンシップのアームで引っ掛けて吊り上げる。フルトン回収システムだ。理論は聞いたことがある。安心しろ、実績もあるシステムだ。ソコロフは耐えられるのか。衝撃はパラシュート降下時より少ない。アームの強度も500ポンドまでは大丈夫だ。結構丈夫。つまりコンバットタロン一機で国境を越えてくるつもりか。本機は6連装20ミリバルカンカノンを2門と40ミリ機関砲を2門装備している。戦車隊に追撃されても蹴散らしてもらえそうだ。予備タンクの燃料を考えてもタイムリミットは4時間。順調にいけば数時間で終わるミッションだ。夕食には帰れそうだな。もしスムーズに運ばなければ。夕食だけではなく朝食も。今後の食事はジャングルで取ることに。ジャングルで嫌だな。3が一番面白かった、個人的には。これだけでパート1終わりそうなんだけど。またさ、結構長いんで。イベントが長い、メタギはやっぱり面白いけど。
2が好きなにすると、スネークがこれ雷電のマスクかぶってんのかな確か。3だとそのまんまなんだよ確か。最初の持ち物が変わってくんだよね、最初の何が好きだで。まあ、ここら辺チュートリアルなんで飛ばします。聞こえるか。はい、じゃあ回収に行きましょう。どうしよう、ガーコ迷彩とか拾いたいんだよな。ガーコ迷彩無限のやつを回収するのに絶対いるからな。まずその前に装備をアーンとかないんか。どの木だ、あっちだ。はい、まず操作思い出しながらのプレイで。オッケー、思い出した。オッケー、三角で登る。バツで落ちるだ。オッケー、オッケー、オッケー。回収完了。スケープ。とりあえず無線とかいろいろと小技があるけど、それはまあやっていかない方向で。CQC の基本イベント、可視蘇生薬は絶対使うでしょ本編で。カロリーメイトだ。リーフにして、フェイスペイントはないんだっけ。ある程度最初からこうやってつけとくと若干ながら楽になる。これね、操作が特殊なんだよ。 OK、 思い出した。そうだ、リロードはこれでいいんだ。操作がね特殊でね、慣れなかったよな。もう治療とかも覚えてねえよ。帰れとかいうシーンあったよね。確かすぐには敵出なかった気がするんだよな。痛い、やっぱり痛い。やばい、ここはやばい。強いな、やっぱ。真横から切るのが一番安全。硬いな、ワニ。あれ、長押しできないんだっけ。オッケーオッケー。そうだ、中腰がないんだこの頃のメタルギアは。で、おっと、わお、グレネード。蜂蜜取りたいから。確かあれがなんか薬になるんだよ。退避。橋の上で確か一人いるんじゃなかったっけかな。まあ、ピースウォーカーのもベースがこっちだからね。つまらないわけがない。蜂蜜見たときニヤッとすんじゃなかったっけ。あ、違う、最初の敵か。まあ、飛ばそう。
CQC で後ろからガバーッとやっちゃいましょう。ついつい四角をしそうになってしまう。カラーマガジンがねえんだよな今。ならねえし、フルトンできないんだよなこの子。うわー、殺すシャツしかねえな。やば、なんだ、いいのか、やるぞやるぞ、殺すぞ。死ね、やん、忘れてる、完璧操作忘れてる。おい、あれこうだ、オッケー。おい、あれ刺さんない。まあいい。おい、オッケー。はい、次。痛い。え、まだいいの？どこいんの？痛い。はい、OK。OK。相変わらずメタギアの突きは強いな。四角ボタンのこれ強弱なんだよね、構えるときも。あぶねえ。いいえ、気のせいです。ここはね、今何か、音がした、ーん、あれ、お願い。こちらパトロール。ケロタン。何してんの俺。そう、もやしこれね、切れるんだ。これな、全部切ってもすぐ戻るっていう謎の。でね、キノコも取れた気がするんだよな。OK。中腰がないからね。右、ついつい左スティック。あ、黙れ。あれ、あぶねえ。これをここに行くとマシンガンがあるんですよ。とりあえずこのミッションが終わるまではやりまーす。確か山猫部隊との戦争があった気が。バックパックで、ウェポンで、いろいろと取ってきてるね俺。その差がさ、これ。ああ、よかった。よかったよかった。殺傷じゃなかった。あ、MK か。3点バーストにしとこう。心配ないやつ。4も面白かったけど、あれ完璧 FPS っていうか TPS だからね。FPS 視点にもできるけど。こちらパトロール。
連打で打つみたいな感じでやった気がするんだよ。マウスでやりたかった。マウスでこれできんじゃ、無理だー、マウスコントローラーじゃ無理だー。巻いてるので飛ばします。次に今日はリアフレが来るんで、目標ソコロフは廃校。そのリアフレのね人とやりたいと思います。マスクつけてかぶるとうわーとか言った気がする。とりあえずあれ、オッケー、屋根の上はいたっけ。うるさい、眠れ、オッケー、バレた、はい、オッケー。いやこれやばいな、ゾエン来ちゃう感じ。ゾエン来るの早すぎんでしょ、いつも思ったんだけど。フードでちょっと食い物食わしとこう。まあまあだな。まあ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 。まあまあなんですか。いや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 。こっち来るなこれ。HQ、 こちら HQ、 こちらパトロール、敵を見失った、これより警戒態勢に入る。 OK OK、 敵はまだ近くにいるはずだ、探し出せ。お邪魔します、隣の晩御飯です。誰にも渡さんぞってやつじゃなかったっけ。ソコロフだな。貴様、ボルゲンの手先か。あれは渡さんぞ。違う、俺は CIA のエージェントだ。そう、この頃はまだ CIA だ。あんたを鉄のカーテンの向こうへエスコートしに来た。 CIA だと。ああ、2年前あんたを亡命させたゼロ少佐の部下だ。ゼロ、ゼロ、彼から伝言がある。なんだ、遅れてすまないだそうだ。あ、遅れてか。そうか。どういう意味なんだ。彼は約束を守る男だということさ。それより早くここから連れ出してくれ、奴らが来る前に。やつはブルーのボルギン大佐だ。こんなんじゃなかったっけ。ではサンダーボルトと呼ばれている。スキープ、我が連邦の政権。長いよ、実況のあれじゃないよ。序盤は歴史に近いから。こんなんだよね。トム少佐、これアップロードするんかな。お蔵入りな気がしてきたぞ、すでに。でね、ここでこいつを、あ、そうだ、この頃はあれ、どうやんだっけ、あ、外さないとダメなんだっけ。ネズミ捕りが取れるんだよ、マウストラップで。これを
通路に設置し行ったり来たりを何回もして土の子ってのを取らないと、ステルス迷彩か無限フェイスのどっちかが入手できないんだけど、まあ今回はそれはちょっとめんどくさいんでやりません。ドリンのブーツ言いにくい。ここで終わりだったはず。コントローラー磨きたいな。ここは見よう。プレッツの時ここのねパロディンが入ってたんだよ本家に。サブスタンス、サブシスタンスだっけな。ごめんなさい、コントローラー吹いてて気づかなかった。ソロいるの？あったよなそんなシーン。ボス吐くじゃなかったっけこれ。うわぁ下手れー下手れー。よくやったジャック。なぜここに？ソコロフはいただく。8だからピンか。こんにちは。バイバイ。こいつは恐怖だったかな、フィアだったかな。違う、フィアはもうソロ、ベイン、ジエンド5人だっけ。フューリー、違う、フューリーが怒りだ。まあそのうち出るでしょう。顔刺さるんでしょ。座れ。悪いようにはしねえから。戦友たちよ、また共に戦える。この日が来るのを待っていました。またあなたと共に戦える。地味にこいつらが引けよな。おかえり。おし、怖い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 。5人揃った。どこにいないのが悲しいところ。今度は地獄の底まで一緒。ソロいるの？血の雨。彼は泣いている。幻覚。あ、大丈夫だよね。天候の借り方すごすぎんでしょ。やべえ、ボルギンだ。クワバラクワバラ。ボス前までにちゃんとカエルとか拾っておきたいんだボルギンは。雨が止んだ。みんな喜んでいるようだ。ボルギン大佐、ようこそ我が国我が部隊へ。ファイブでお前とんでもないキャラだよ。ボス、これは。私はソ連に亡命する。ソコロフは亡命の手土産だ。無反動核弾とデイビークロケット。私への手土産はこいつ。嘘だ。その男はそいつの弟子の一人。連れて行くのか。いや、
こいつはまだ幼い。我らコブラ部隊には純粋すぎる。まだ戦場で特別な感情を抱いてはいない。どういうことなんだ。撃てるのか。すげえ。ない。痛い。パキッ。そいつは私の顔を見た。生かしてはおけない。ソコロフのことがフレッシュにバレると厄介だ。銃弾です。殺すしかない。待て、格ゲーで出てきそうだよね。私がやる。ポルギン。ジャック、あなたは連れて行けない。甘い。あらおきれい。ビヤースネーク、どうしたんだスネーク。ジャボン。新たな血は拒絶された。流れてゆけ、どこまでも。そんなんじゃなかったっけ。どんだけ流れ強いんだよ。いいのか。さあ、ソコロフの設計局を襲いに行くわよ。シャゴホットはいただきだ。まあ名作だよね、3は。本当個人的に一番好きだもん。流されてゆけ。私はとどまるしかない。いやー、ほんとね、メタギアは全部面白い。ストーリーがいい。現在使用されていない、もしくは電波かと。言わせろやーい。言わせろやーい。泣くぞ。あ、よかった。言ってればよかったと後悔をしている。スネーク、大丈夫か。スネーク吐血してるね。スネーク、聞こえるか。はい、飛ばします。はい、サバイバルビア動けない状態な、確か。キュアで、切り傷だから、消毒で、これで OK。 あれ、あとこれか。あ、あー、はい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 。え、嘘。あ、止血ね。だ、止血、ワイヤー、消毒、絆創膏、消毒、絆創膏、ケツで縫い合わせ、骨折だから、これこれ、あ、間違えた。消毒、絆創膏、包帯で、あとなんだ？あ、はいはいはい。で、縫い合わせて、骨折だから、絆創膏と固定具と。意外に覚えてる。なぜならすげえやったんだから。ここだけで1時間ぐらい昔やったから。これ治療が苦手だったんです、すげえ昔。はい、というところで。
メタルギアソリッド3スネークイーター HD リマスター仕様パート1はこれに終了。続くかどうかわかりません。セーブで。パート1にしてはむっちゃ長かった気がする。あれ？なんでセーブ出たの？やべえぞ、今年が何年だかバレるぞ。今日が何日かバレるぞ。2016年3月に待って、2年ちょい放っといてる。はい、というわけでメタルギア3スネークイーターね、今後続いてか続いていかないかわかりませんが、春休みならやっていきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 じゃあな。